はい、それではやっていきましょう。ベッドでできるダイエットルーティンです。今日はまず座ってスタートです。このように手と手を合わせてぐーっとね、胸と腕の筋肉を引き締めていきましょう。このルーティンは体力、筋力、自信のない方でも安心して取り組んでいただけるようなレベルに調整してありますので、ぜひですね、日々の習慣化、一緒にやっていきましょう。呼吸が止まりやすいです。どのエクササイズも共通で、呼吸を止めないことだけ意識してやっていただけたらと思います。さあ、残りあと10秒ぐらいですね。ふーっとね、楽に息を吐きながら、気楽に気長にですね、このルーティンをしていただけたら嬉しいです。はい、OK、頑張りました。バッチリです。さあ、このまま座ってですね、肩甲骨のあたりの運動をしていきたいと思います。手の甲がまず正面に向くように合わせていただいて、ここから開く、閉じるを繰り返していきます。開く、閉じる、開く、閉じるの順番です。で、開くときにこのように少しね、上を向くようにすると、より肩甲骨上に、寄りやすくなりますので、おすすめです。よいしょ。呼吸はどちらが開くとき閉じるときどちらですかっていう質問たまに寄せられるんですけれども、呼吸はね止めなければどちらでも OK です。ご自身がやりやすい方で、全然 OK ですので、ぜひですね楽に呼吸をして続けましょう。あと3秒。さあ、もうちょいもうちょい。はい、 OK、 頑張りました。バッチリです。さあ、次は上で手を合わせるようなエクササイズですね。脇を締める、上で手を合わせるっていうような感じでやっていきます。脇を締めたところから上でパッチン、脇を締めたところから上でパッチンって感じです。で、肩の柔軟性人それぞれです。真上でできるのが一番いいですが、肩がねどうしても硬いという方は、斜め上で手を合わせるような感じでも OK です。真上じゃなくても少し前にずらしていただいても OK です。どちらにしろね、しっかり肩周り使いますので、安心して取り組んでいただけたら嬉しいです。呼吸止まりやすいですからね。呼吸止まってないですか？あったかい呼吸を吐いて、はぁ、やっていきましょう。さあ、もうちょっと。はい、OK です。お疲れ様です。では、手を後ろで組んでいただいて、胸を張る。ストレッチやります。ストレッチですね。ぐーっと。結構巻き肩さんとかはこういうストレッチやるといいかなと思います。顎をね上げるとより胸張りやすくなりますので、顎が下がらないようにだけ意識してみてください。呼吸はあったかい呼吸です。湯船の呼吸っていうこの、チャンネルでは言ってるんですけれども、湯船に入った時のあのふわーっとしたねリラックスのあの呼吸をぜひ忘れずに取り組んでみてください。はー、さあ残り10秒ですね。ゆっくりじっくり取り組んでいきます。はい、 OK です。では次ですね、次また肩甲骨周りのエクササイズやっていきます。手のひらが天井を向きます。だいたい肘90度で開くようにしながら、肘をぐっと後ろの方に寄せていきましょう。前から見たらこんな感じです。閉じた状態から開くって感じです。肩がね上がりやすいんです。これ肩が上がりやすいので、肩が上がらない首長くしてやってみてください。あとはね、顎少し上の方が肩甲骨は寄りやすくなって、エクササイズの効果上がってきやすいですので、呼吸止めずに顎を少し上げてやっていきましょう。スピードは全く必要ないですから、ゆっくりじっくりやってみてくださいね。あと5秒です。もうちょいもうちょい。はい、 OK、 頑張りました。素晴らしい。では今使った肩甲骨部分をストレッチしていきます。手を組んでいただいて、前にグーッと、今度はわざと背中丸めていきましょう。さあ、呼吸は湯船の呼吸です。ふー、少しね、その組んだ手を斜めにして横に、8の字を描くようにしてあげると、肩甲骨のいろんな部位が伸びて気持ちいいですよ。楽に呼吸をしましょう。はー、これぐらいでもね、もう立派な運動ですから、特に運動がね苦手とか運動初心者の方は、これぐらいのことからぜひ始めていただけたら嬉しいです。はい、 OK、 バッチリ頑張りました。素晴らしい。
では二の腕引き締めトレーニングやっていきますよ。片手を地面についてそっちにね体重を乗せに行ってぐーっと押し返してくるようにしましょう。ふうよいしょ、ふうよいしょ、ふうって感じでねやっていきましょう。でこれベッドの端に座ってもいいです。あぐらがかけない方いると思いますので、ベッドの端に座っていただいてもいいですし、あとは何かねお尻の下に毛布などを敷いて少しお尻を高くして、あぐらかける状態でやっていただいてもいいかなと思います。それぞれのねやっぱり柔軟性、体力、筋力、そしてライフスタイルのバラバラですからね、それぞれできることをやっていきましょう。 OK、 バッチリです。反対やっていきますよ。お疲れ様です。じゃあ反対行きましょうね。手をついていただいてぐっと戻す。しっかりね体重を乗せてできる限り手の力だけで戻ってくるのがポイントですね。よいしょ、よいしょ。呼吸止まりやすいですからね、呼吸止まりに行きましょう。半分終了。これもね私は一応一定のペースでやってますが、これよりも早くてもいいし遅くてもいいです。ご自身のペースで、焦らずにやってくださいね。途中で止めてもいいですから。はい、さあもうちょっとあと5秒です。はい、 OK、 頑張りました。バッチリです、バッチリです。さあでは今使った部分を伸ばしていきたいと思います。では、片方の手を前ですね、ずーっとストレッチをしていきます。この時こそぜひ湯船の呼吸でリラックスをしていきましょう。皮膚まで少し引っ張ってあげるような意識があると、肩から肩甲骨のあたりですね伸びやすいかなと思います。あとはその手の位置を変えてみたりとか背中丸めたり反ったりですね、いろいろこう体勢変えながら一番気持ちよく伸びるポイントぜひ探していただけたらと思います。体の使い方もね、上手にどんどんなっていきますので、そういったご自身の成長も感じながらやっていただけたら嬉しいです。はい、OK、 頑張りました。バッチリです。で今のを反対もやっていきますね。ゆっくりじっくり伸ばしていきます。ゆっくりじっくり、ふーふーふー、気持ちいいですね。いやストレッチやっぱね気持ちいいですよね。本当にね、もちろんねハードな運動をやりたい方はそれで OK なんですけれども、このチャンネルねご覧になっている方々、もともとは、僕のお客様もそうだったんですけど、運動が苦手でしたとか嫌いでしたとか億劫ですとかそういう方々が多いので、そういう方々でもね安心して取り組んでいただけるのどんな感じかなと思って、このチャンネルの動画はできてます。はい、それではカエル足やっていきましょう。カエル足ですね、手をついていただいて、足の裏合わせた状態で膝を閉じたり開いたりしていきます。スピード全く必要ないですので閉じたり開いたりしてみてください。そう、カエルさんのメリットはねお尻をしっかり使えることです。はい、なので特に開く方頑張ってみてくださいね。で股関節パキパキなって、ちょっと不安ですって方、痛みがなければ大丈夫ですが、あとはね可動域の調整をしてください。開くのちょっとでいいし閉じるのもちょっとで OK です。ご自身の痛みの出ない範囲、ならない範囲でね、調整をしていただけたらと思います。さあ残り5秒ですね。閉じ切る、開き切る、いける方はしっかりとやってください。はい、 OK、 頑張りました。バッチリです。さあでは二の腕のエクササイズやっていきます。まずは初級編やっていきましょう。手を後ろについたら指先は足の方向ですね、このまま手に体重を預けてよいしょと押し返していきます。で足上げるとさらに手体重乗りますね。でいける方はお尻持ち上げて、この状態でやると一気に負荷上がるので注意してやってくださいね。こういう感じでやっていきます。よいしょ、よいしょ、続けてくださいね。座った状態でもねこんな感じで二の腕だったりとかいろんな部分ね、引き締め可能です。あとは食事の調整になってくるので、油カットですね、油カット、ここだけ意識するだけでもかなり体変わりやすいですので、ぜひ試してみてください。
はい、バッチリです。お疲れ様です。で、今のをね、カエル足のと組み合わせるんですね。カエル足にした状態でお尻をふーんと上げます。よいしょ。この状態です。上げ下げしていきましょう。で、この時におへそを引っ込めといてくださいね。おへそ引っ込めといてくださいね。そうするとしっかりと体幹引き締めた状態で上げることができるので、これマストです。お腹必ず引っ込めといてください。膝の開きは柔軟性それぞれあると思いますので、ここは気にしなくて OK ですが、お腹の引き締めだけね、引き締めじゃない、引っ込めだけね、気をつけてみてください。あと10秒。やってこう、やってこう、もうちょい。はい、 OK、 頑張りました。頑張った頑張った。ではカエル足のエクササイズに移ります。カエル足ストレッチダイエットやっていきましょう。このまま上にグイーンと上げていきます。カエル足さんをね、上げていきましょう。で、お腹へこませておくことめちゃくちゃ大事です。次に膝がしっかり開いていることですね。だんだん疲れてくると膝閉じやすいですので、そこだけね、閉じないように気をつけてみてくださいね。息はどちらでもいいです。上げるとき下げるときどちらでもいいので、とにかく止めないこと、ここだけを意識してください。息むようなふーっていう呼吸にならないように、そこだけね、温かい呼吸です。湯船の呼吸、はい、気をつけてくださいね。リラックスした方がね、余分な力入らずに済むので、その方がおすすめです。 OK、 バッチリです。いい感じですね。で、今度弾みます。2回弾んでみましょう。2バウンドカエル足筋トレいきます。太もも痩せ、足痩せにね、バッチリですから。お尻痩せもか、バッチリですからね。上でギュンギュンと弾んでいきます。はい、しっかりとね。さあ、お腹忘れずにね、この運動をきっかけとして決め手になるのは、もう食事のコントロールも睡眠もです。はい、そういった3つの要素が揃ってくると、どんどんね、摂取カロリー、消費カロリーのバランスが出てきます。そこでしっかりと適切になってきた時に、初めて体っていうのは変わってきますので、一朝一夕ではないのでね、しっかりと習慣化だからね、こういう風な気楽にできることを続けていきましょうという風な感じですね。もうちょい。はい、 OK です。バッチリです。素晴らしい。さあ、なんと3回弾みます。3回、3バーンズ頑張っていこう。ちょっときついですよ。ギュンギュンギュンです。今度よいしょ。はい、1センチでもね、高く上げれそうな人、高く上げてみよう。で、お腹へこませるの意識はね、ずーっと継続です。これだけはずーっと継続してください。さあ、頑張ろう。ギュンギュンギュン。ふぅ、きついきついきつい。頑張ろう頑張ろう。一人じゃないよ。もうみんないるからね、僕もいますし、チャンネル登録してくださってる方みんないますから、本当にいつもね、コメントでの励まし合いとか報告めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。もうちょい頑張ろう。一人じゃない、頑張ろう。最後まで、最後最後、いけるいける。はい、頑張りました。私頑張った、自分に拍手。さあ、ではストレッチしていきましょう。足を組んでいただいたら、はい、内側に倒していきます。グーッとね、足上げた方の内側に倒していきます。そうすると足上げた方のお尻が伸びてれば OK です。いろいろね、位置工夫していただいて、一番お尻がここ伸びるわーっていうポイントで、湯船の呼吸に全集中してください。はー、あと20秒です。あと10秒。湯船の呼吸です。これ結構ね、お尻伸びて気持ちいいですよね。はい、 OK です。頑張りました。反対もね、同じようにやっていきます。足を組んでいただいたら、上げた方の内側に向かって倒していきましょう。で、いろいろ位置を変えて、上げた方のお尻が気持ちよく伸びるポイント、ここでね、やっていただけたらと思います。湯船の呼吸ですよ。ふわーふわーっていう感じです。あと10秒ちょっとですからね、呼吸だけ楽に大きく深くやっていきましょう。はあ、
はい、OK です。素晴らしい。では足を持ち上げた状態で、片方の足を地面ギリギリまで伸ばして戻すというエクササイズをやっていきます。お腹痩せのトレーニングですね。でこの時に特に戻す時により3センチぐらいお腹引っ込めてください。基本的に引っ込めてるんですけれども、より戻す時により引っ込めるって感じです。はい、でこのねお腹膨らませたりへこませたりっていうのがわからない方はこれとは別に練習することをお勧めします。でその時は息止めてください。息止めた状態でお腹へこませたり膨らませたりするっていうのを、まあ暇の時、家事とか、まあお風呂入ってる時とか、ふとした時でいいのでぜひ練習してみてください。そうするとね、こういうエクササイズのが上手になるんです。はい、そうですね、いろいろつながってますのでね。はい、 OK です。バッチリ頑張りました。さあでは膝パカいきましょう。膝パカです。だいたい膝90度にしていただいて、ゆっくり開く、ゆっくり閉じるって感じです。このゆっくりやる理由は足の重さを使って、よりですね内ももに刺激を加えていきたいからです。このね内ももはね、ほんとむくみの一つの原因になり得る部分なので、しっかりねこういうことをやってむくみをねすっきりさせていきましょう。ふーと、よいしょ。でこれも柔軟性それぞれありますので、決して無理はしない、ご自身の開ける範囲でいいので、しっかり開く、しっかり閉じる、やってみてください。そうで、スピードいらないです。スピードね、勢いつけると股関節ね痛めることもありますから、気をつけてやってくださいね。はい、 OK です。頑張りました。それではペダリングいきます。ペダリングです。大きな自転車を漕いでいきましょう。はい、レッツゴー。はい、ペダリング。で、体ね、こういう風に起こしておいてもいいし、寝せてもいいです。お腹が使ってるな、お腹使ってるなーっていうのは分かる方がいいです。で、そのためにはやっぱり膝しっかり胸に寄せるし、大きく遠くまで漕ぐようにすると、お腹も使ってるのが分かりやすいかなと思います。で、これもね、太ももばっかり使いますっていう、太ももゼロは無理なので、ゼロは無理ですから、だから大きくやったりとか、頭を起こしたりとか、いろいろ少し体勢変えながらやって、あ、これならちょっとお腹分かるかなっていうところをね、見つけてほしいんですね。で、そこで続けていくと、どんどん分かってくるので、安心しながら取り組んでみてください。さあ、もうちょい。はい、OK です。さあ、では、変える足で、上げていきましょう。よいしょ。キープです。で、これもキープも下がってきやすいので注意してくださいね。下がってきやすいですからずーっとキープです。ずーっとキープ。ふう。さあ、お腹へこんでますか？大丈夫？膝も開いてますか？大丈夫？息止まってないですか？大丈夫？ここら辺のチェックポイントがクリアできてればね、全然 OK です。頑張ろう頑張ろう。もうちょいもうちょい。はい、 OK です。頑張りました。では安らぎのポーズやっていきましょう。ここからはもう癒しです。癒し、両膝寄せてグッと抱え込んでいきましょう。この体勢がきつい方は腕組まなくてもいいです。片方の足ずつ持っても OK なので、ご自身の柔軟性とかに相談しながらやってください。呼吸はね、楽にやってくださいね。湯船の呼吸です。で、気持ちいいなら、前後とか左右に少しね揺れてもいいかなと思います。一番ね楽にリラックスできる方法で続けてください。さあ、あと10秒。はい、 OK です。素晴らしい。最後深呼吸して終わっていきましょう。さあ、もう最高の湯船の呼吸をお願いします。最高の、はあ、もうどんどん体がねダラダラになるような感じで最後やってみてください。さあ、おすすめの動画いろいろ概要欄にありますので、もしねもうちょっとやろうかなって方はぜひ概要欄からやってみてください。チェックお願いします。またですね、これはシリーズで7日間の、セットの動画になってますので、他の日のやってみたい方はぜひですねやってみていただけたらと思います。ぜひね、また綺麗の習慣化一緒にねやっていきましょう。本当に一人じゃないですからね、一緒に取り組んでいただけたら嬉しいです。
はい、お疲れ様です。では自分に拍手、私頑張ったぜ。また一緒に頑張りましょう。バイバーイ。